はい、野本選手おはようございます。おはようございます。はい。よく練習してますが、調子どうですか？うん、まあ普通に、普通のいい、はい、そうですね、うん、はい。まあ、練習でもね、切れ味のいいところを見せてますがね。うん、そうですね。それを、はい、向上させるように頑張ってます。うん、はい。で、明日メンバー見ました？見ました。うん、で、掛水選手。そうですね。ね、はい。彼は強いね。そうですね、そうですね。うん、まあ、相手も、相手も同期みたいですけど、掛水君の。まあ、うまいこと走ってくれると思うけど。そうですね。ああ、で、翔太君の調子的にはどう？うん、そうですね。まあ、ここ何場所かはちょっと展開が悪いんで、うん、着にちょっとうまくつながってないですけど、うんうん、マッチ自体悪くないと思います。うん、まあ、一走してみて。そうだね。まあ、動き自体悪くないけど、やっぱ展開に多少左右されるし。そうですね。うん、まあ、明日は絶好の展開になると思うし。うん、まあ、そうですね。まあ、それも踏まえて、うん、まあ、甘くないんで。はい、で、今回の目標はどこに置いてますか？いや、まあ、とりあえず明日ですね。明日、とりあえず明日、うん、あの勝ち上がることによって、うん、その先で、ね、クリアして、そうですね。はい。じゃあ二次予選準優と。そうですね。一次予選勝てんかったらそこにも行けませんしね。行けんね。はい。まず明日ですね。はい。まあ、まあ決勝へ乗ることをまず目標にして。そうですね。最終的に目標はそこですね。あのコーチのね、みんなのあれを盛り上げてください。はい。じゃあ、とりあえず明日かけみずくんについてって、そうですね、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。はい、どうもありがとうございました。